はい、じゃあ先ほどの続きなんですけれどもはい人間の脳とコンピュータの仕組みは非常に似ているで、はい、コンピュータ、まあ、お持ちですよねはい持ってますで今も使ってると思うんですけどもはい使ってます、ね、でコンピュータで、はいあのー、3つに分かれるでハードウェア OS アプリケーションというふうに今書いてるのが表示されてると思いますはいで楓さんのパソコンは Windows? ンですでうちはマッキハードウェアでそれぞれ違ったりしますよね。そうですねで OS って分かりますか ?OS がえっと要するに Windows とかでしたっけ ?Windows7 とか今だったら10ですか新しいのは。あそうなんですね。<laughs> まあ俺は Win のことはよく分からないんですけど。はい まあとかかいいいろろあるじゃないですかそうですねでうちの Mac でも OS9 とか OS10 とか、はい、それもバージョンが10.6とか10.8とかいろいろあるわけですよ。はいマッキントッシュとか Windows とかっていうその C え CPU、えー、の違いとかまずあって <laughs> あの OS っていうのも間違いがいろいろあるじゃないですか。 はい、でさらにアプリケーションはいコンピューターで、まあ、お絵描きソフトだったりワープロだったりはいいろんなソフトはアプリケーションというのがありますよねありますねでコンピューターってこの 3, 構3階層から成り立ってるっていうふうに考えるんですよはいで人間の脳も同じように言えるんですねはいでまずそのハードウェアの部分をプリセット脳というふうに言います プリセットの、はい、で、はい、OS は ROM 脳と言います ROM 脳ですかリードオンリーメモリー要するに上書きできないああはいでアプリケーションはリードアクセスメモリーああはいリードアクセスメモリーか要するに書き換えることができるとはいこれいいですかはいでね人間の脳っていうのではい プリセット脳ってのは一体どういう部分を指すかというと、はい、コンピューターで言えばハードの部分ハードウェアですね。はい、で可変要するに書き換えることができるかっていうとプリセット脳の部分は書き換えることはできないんですよ。そうで,す、ね、で人間でいうとじゃあそれは一体何かっていうと遺伝的だったり普遍的なもの、はい、例えば楓さんは女性。 はい、で後天的に手術どうたらこうたらで変えることはできるのかもしれないけれど、はい、遺伝子そのものもは変えられなないいじゃないですかそうですね書き換えることできないですよね無理ですねだこういう人間のぶ持ってる部分で遺伝的だったりその普遍的な部分をプリセット脳というんですねはいで脳の中でももう書き換えができない部分があるとはいでロム脳っていうのは OS はい、これは社会的なもの文化的なものはい例えば言語あはい楓さん関西の方じゃないですかはい関西です関西弁の文化そういう社会で、まあ、生まれ育ってきたはい俺だったら関東ですからはい基礎言語、まあ、日本語は同じだけれども関東弁関西弁とかはいアメリカ人だったら英語とかスパニッシュとかいろいろあるじゃないですか ありますね。そういう部分が OS に当たるんですね。はい。で、可変三角のマークついてますけど、はい。基本的にはこれ可変でも不変なんですよ。バズなんですよ。はい。あの例えば小さい頃から10歳ぐらいまでに育ったその自分の近所の社会的な文化とかっていうのも染み付いてるから、はい。それを書き換えるってことは基本的にできないんですよね。はい。 でじゃあ何を書き換えられるのかそのラムのはコンピューターでいうとアプリケーションとかソフトウェアっていう部分はいそれは後天的な学習とか個人的経験体験によるものなんですねああはいなん,な,なんとなくわかりますなんとなく分かってきました例えば楓さんに双子の妹がいたとしましょうはいプリセット脳の部分はまず同じですよね そそそうですねそれこそ遺伝子同じじゃないですか同じですね一覧性のであればはいでロムの例えば同じ両親で同じ家庭で育ったもう文化的なものとかっていうのはもう基本的一緒ですよね一緒ですねだけども例えば高校であなたは運動系の部活やって妹さんは何かこう書道とかそういう方やってたとするとはい明らかにもう違ってきますよね 違ってくると思いますあなたと一覧性ソーセージの妹さんすごく似てるかもしれないけど別人格じゃないですか別人格ですで何が同じなの何が違うのって言った時にもこのプリセットのとかっていうようなことで全部説明ができるわけですよあー、はい、ハードは一緒 OS も一緒だけどアプリが違う,うそうですねだいぶイメージついてきたでしょうかあはいイメージついてきました じゃこれをね例えばプリセット脳の部分っていうのは、はい、発生メカニズム呼吸の仕方例えば日本人と黒人、はい、黒人の声太いパワフルかっけ俺なんかそういうふうに思っちゃうんですけどうん、はい、でも彼らと我々日本人でもその呼吸の仕組み<っ>人間の機能としてね、はい、息を吸う。 肺、まあはい、からあの 2, 3か3炭素を吐くとかそれも同じなわけですよ <laughs> はい,いや黒人は手から息吸うんだよなんてことは絶対ないんで <laughs> ありえないですねありえないですね <laughs> 一緒ですよね <laughs> ありえないですねはい書き換えができない遺伝的な部分これはだから共通してるわけですよはいでロムの OS の部分で言うと言語っていうのは例えばアメリカ人と日本人は違う あはいで日本人らしい声黒人らしい声でその生態ってやっぱり民族的に違うのであ、はい、黒人ってやっぱりね日本人に比べたら生態が長いんですってあそうなんですか、うん、だからあと喉も広いしあ,<ー>あと鼻が大きい。 ああ。あの差別的な表現に聞こえちゃうと、そういう意味で言いたいわけじゃないから、そういうことではないんですけど。はい、はい。鼻の穴とかでかいじゃないですか。でかいですね。歌にはすごくいいんですよね。ああ<ー>。<laughs> 羨ましいですね。<laughs> うん、今日散々やったあの、吸うとか吐くとかで。はい。すごく吸いやすいわけですよ。はい。まあ、鼻で吐くのもやりやすいでしょうけど。うん、そうですね。そういう部分で違いますし。はい。 じゃあその古典的な部分は一体何なのかはいここ今空欄になってると思うんですがはいここをね俺はフォルマントの活用というふうに定義付けていますフォルマントの活用ですか、うん、さあ訳がわからないというはい <laughs> ここを説明したいんですがはいお願いいたします、はい、ちょっとね話分かってもらうためにあえて話が飛びますはいプリンターを買ったとします はい、あなたが買ったプリンターで Mac でもでもも今時だいたいどっちでも使えますよねそうですねだけどさ、はい、昔は用用は、Mac、専用だったんですよあそうですね。ね Windows 用のやつは Mac では使えなかったりとか、はい、それぞれハードによって違う種類のプリンターっていうふになってたじゃないですか、はい、今時は結構使えますよね。 あそうですね結構。結構、うんはい、使いますよ、ね、あ使います。使いますなんで使えるのかってことなんですけど、はい、ドライバーが必要なんですよドライバーうんもう全く訳わけはからない話かもしれないんですけど、はい、うーんドライバーという言葉は聞いたことがありますがこの辺ね今から説明していくので、はい、ちょっとあの多分疲れるかもしれないんですけどついてきてほしいんですが。 はい、ついていきます。はい、お願いします。はい、例えばそのドライバーってのは一体何かって言うとはい、その機種で使えるようにするための補正プログラムなんですね。あはい、例えば俺とい楓さんで同じメーカーの同じ機種を買いました。プリンターはいでマークでも使える。ウィーンでも使える。でもそのためには。 はい、メーカーが用意した Mac で使う時にはこのプログラムインストールしてくださいね Windows はこれを入れてくださいねそういうのあるじゃないですかありますねプリンター買ってくると CD みたいなのがくっついてきてあはいはいいろんなものをインストールして使えるようになるっていうふうになるでしょはいその時にプリンターを使えるソフトだけではなくてはいドライバーっていうのもインストールしてるんですよドライバーもインストールしている、うん、はい あなたのコンピューターで使えるための補正プログラムをインストールすれば使えるようになりますってことなのね。はい。ドライバーっていうものがあるから何でも使えるようにって思っていいちなんですけど、はい。例えば同じプリンター俺と楓さんで買っても、 はい、これ Mac の人よくあるんですけどあこのプリンター使えばこのアプリケーションもついてきてこんなこともできるんだえこれ Windows 専用みたいな <laughs> あ<ー>あるんですよそういう違いが、はい、基本的に Windows はいろんなことできるんだけど Mac の場合は制限されぬことが多くって、はい、悔しい思いをよくするんですけども <laughs>、うんね、んとなく言ってる意味わかりますよね なんとなくわかりますウ Win でもマックでも使えるだけど完全に同じとは言い切れないんですねうーんそうですねだから実は結構違うんですよはいそれをいろんなことに使えるようにメーカーさんがドライバっていうものを用意してくれてるからはいなるべく使えるようにはしてくれてるんだけどはい最初から全部一緒でしょじゃないんですね本当はかなり違うんですよ おはい、それぞれに合わせてメーカーさんがフォローしてくれてるあはははいドライバーっていうものをあえてこうそれをわざわざインストールするっていう意識があんまり普通ないと思うのでそうですね今時な何でもかんでも使えるでしょって思いがちなんだけど <laughs> 割とそうですね <laughs> ですよねですね <laughs> 目立たない目には見えないんだけどでもこのドライバーがあるからこそなんですねはい で先ほどのフォルマントっていうものに戻りますけども、はい、声っていうのは、はい、指紋という同じように声紋ていうのがあるのは知ってます聞いたことがあります刑事ドラマなんか見てると「お前の息子を誘拐した」みたいのを普通の声で言ったら「その声紋」っていうので特定されてしまうはい で特定されたら逮捕状出るぐらいもう指紋のようにあ,、はい、あなたの声はあなただけなんですよ。はい、あなたと同じ声の人って世界のどこ探してもいないんですよ。はい、みんな違うんですね。うんはい。もう唯一無二なものなんですよ、あなたの声は。おお。 そんなそこまで思ったことがなかったですもうあなたの声っていうのはもう指紋が同じな人がふ、まあ、全人口で言うと何パーセントかってあるらしいんですけど本当はああパーセン何遺伝子も一致してしまう場合があるっていう言うじゃんあそうですね何十億人の中から言えばはいでも基本的にその遺伝子一緒だったら逮捕されるぐらいはいもうあなたってもうあなた特有のものっていう認識じゃないですか はい、で声にそのフォルマントっていうのはね音響物理とかその周波数がどうたらっていう方の話で、はい、そういう方面で言うとちょっと正確じゃないんですよフォルマントとクセっていうのは、はい、でフォルマントっていうのはその第一次フォルマントとか第二次フォルマントでフリーリエ級数で計測するとどうたらこうたらっていろいろあってその辺はもういらないパス日はね <laughs> 本題に関係ないのでだから本当にこの辺詳しい人が言うと「いやちょっと待ってそれは違うぞ」って言われるぐらいのところがあるんだけど。 わかりやすく言うと「はい、あなたの正門」っていうそのフォルマントっていうのは世界でただ一人はあなただけ。はい、でさっきそのハードとか OS にはドライバーが必要だって言ったじゃないですか。はい、プリンターさえ買ってくればできるって思いがちだけど、はい、例えば楓さんが「プリンター壊れちゃった新しいの欲しいです」で「俺があ余ってるのあるからあげるよ」って本体だけ仮に送ったとしましょう。 はい、ドライバーっていうその CDR とかね、はい、がついてないで本体だけだったら使えないわけですよそうですね意味わかりますよねここまでねあはいわかりますドライバーがなないいと使えないこれがその独学発生とかね、はい、歌とか芝居とかいかに独学が危険かって話をここからしていきたいんですけどもはい一旦ここであの保存で区切らせてください はい。